フェリーチェよ、後ろが気になるのか。ファンズルナ、あの深手ではキャツも追っては来られまい。でもファントム、声が聞こえます。おぞましくも甘いささやきが。フェリーちゃん、それは風の音に過ぎぬ。見えぬ恐怖に怯えることはない。大丈夫だ、俺が必ずお前を自由にしてみせる。ありがとうファントム。大丈夫よね。どこへ逃げようとも無駄なこと。お前にもはや帰る場所などありはせぬ。おお、我が愛しの舞姫よ。決してお前を逃がすものか。青い空、美味しい空気、最高のデート日和ね、ダーリン。え、で、デート？そう、デート。だってそうでしょ。こんなのどかな野原でダーリンと二人っきりなんて。おい、俺たちも忘れるなよって。ありゃ全然眼中にねえな。魔獣退治からの帰り道をデートにできるってすげえ発想力。本当に火山での威厳はどこへやら。恋する乙女と変わりませんね。ムム、少し気を抜きすぎじゃないか。いくら魔獣の気配がないとはいえ、デートなどと浮つくのは。あら、エルフィリス、なに、もしかしてやきもち？焼きず、違う、私はそういうつもりじゃ。まあまあ、二人とも落ち着いて。確かに気の抜きすぎは油断につながる。でも気を張りすぎても疲れるよ。ほどほどがいいんじゃないかな。ちょっとずれてるんだけど、ダーリンが言うならまあいいわ。そうですね、何事もほどほどが一番です。ほどほどが。もしかしてあいつって意外と鈍いのか。女心が分かっていたらこの言い争いはとっくに終わってます。へえ、まったく罪な男だぜ。なんでみんなしてため息ついてるんだ。安心してダーリン、私はそんなダーリンも大好き。誰かの悲鳴。あっちだ、行くぞ。みんな、彼女を助けるぞ。君、大丈夫か。はい、ありがとうございます。あの、助けてくれませんか。魔獣に襲われているドラゴンがいるんです。なんだって。私を魔獣から逃がすためにおとりになってくれたんです。早く助けを呼ばないと。彼が、ファントムが。今の名前、
私を助けていただいた上でおこがましいとは思います。でもお願いします、ファントムを助けてください。落ち着いて、大丈夫だ、俺たちが助けに行こう。本当ですか？なあ、魔獣に襲われているドラゴンを放っておくことなんてできないよ。分かった。よし、みんな行くぞ。ムム、どうした？ごめんなさい、ダーリン。今行くわ。あの子、ファントムって言ったけど、まさかね。我が愛しの舞姫よ。決してお前を逃がすものか。そこだ。みんな、行くぞ。はい、全力でお手伝いします。急ごう、手遅れになる前に。お土産ですね。ファントムと別れたらこの辺か。はい、おそらく近くに大きな魔獣が。ドラゴンの鼓動が聞こえる。負けはしないぞ、ジェットリリー。ええ、華麗に舞ってみせます。まあ、当然の結果だな。無事に切り抜けられてよかった。